9月のドル円の売買額ですが1000兆円を超えましたこの額が為替取引全体のおよそ半分です今の円安を加速させる要因の一つとも言われているんですねということで今日のテーマ参りましょう止まらない円安はチャンスか個人投資家の本音ですではゲストをご紹介いたします FX 取引の最前線で個人投資家の動向を見てきた外為ドットコム総合研究所の神田拓也調査部長ですよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いいたしますそしてリモートでのご出演となります個人投資家の仁さんそして平井聡さんですそれぞれ違う方法で取引をしていらっしゃって明暗が分かれているという状況なんですよねお二人にも本音の部分を伺いますどうぞよろしくお願いいたします よろししくお願いしますまずは平井さんにお伺いしたいんですけれども、はい、今の円安、チャンスというふうにおっしゃっていましたが、えー、どういうふうに捉えていらっしゃるんでしょうかそうですねあの、僕にとっては間違いなく大チャンスでして、えっと、とにかく変動幅、ボラティリティが大きいので、まあ、確かにあの明暗分かれるところ、あのうまくいってる方と、大損してる方っていうのは大きいかと思うんですけれども。 まあその明暗分かれるところですけど僕にとっては大チャンスであのまあ大きく稼ぐにはいい相場が来てるんだと思います陣、うん、さんは今の円安どう捉えていらっしゃいますかいやもう想定外の円安くらっちゃいまして、はい、まあちょっと福見損が今日も8000万円超えちゃいまして陣 <laughs> ああああさん、今はそれだけ損失を出しているということですけれどもいい場面も。 いやまああの障害収支で結構1億ぐらいかってたんですけど今年もちょっとほ,んほとんどなくしそうでこの FX の売買の仕方たもいろいろ種類があってこういうものすごい短期で売買するタイプと少し長め、うん、あるいは月年単位で長期で投資するというスタイルがあるんですけれどもえジンさんのスタイルはどういったスタイルでしょうか、はい あの僕のスタイルは中長期のスイングトレードというもので、うん、割とそのポジションの保有が長く持つあのスタイルです。どれぐらい平均すると期間としては？えっとそうですね、もう長ければ1年2年もずっともあります。平井さんはどういったスタイルを？はい、私あのスキャルピングです。短期トレードです。この秒単位、はい、分単位で？はい、そうです。えー、左上の秒単位分単位で短いものだと。 そううですねもう数秒です、10秒を切るようなポジションもありますし、えっと、長いものでも1分、2分とか、それぐらいになってきます長くて、えーはい、短期ですね、神田さん、こういうふうに平井さんのように、病、はい、単位、分単位でのスキャルピングという取引をしている方は増えてるんですか、はい、そうですねあの、このところ、冒頭でもありましたように、月間の取引が1000兆円を超えるっていう局面ですから、やはりその短期の取引が非常に増えているということがあるんですよね。はい、やはりそののの短期の取引が増える背景っていうははまずやはり 比較的取引経験が豊富でないと難しい取引だと思うんですけどもそれがやはりその平井さんですのように6年経験があるっていうことですからこういう方々の取引が増えているという点も大きいですし FX 市場が誕生してからもう20年経ちますんでやはりかなり投資家がこうスキルを 身につけてきているこういうことも言えるんじゃないかと思いますね他の資産の値動きがちょっと落ちてきたというのも影響があるかです、ね、あ確かにそうですね、仮想通貨がちょっとこのところ、あまり値動きが良くないという点も、一つ FX 取引の増加につながっている面はあると思いますねそれともう一つ、非常に大きな要因というのが金利ですね、はい、そうですね。えー FX というのは2つの通貨のペアを選んで売り買いをそれぞれ選ぶわけなんですけれども今、アメリカの金利というのは3%台短いところですね、短い金利はこれぐらいで日本はほぼゼロに近いというところでこの差の分だけ FX でドルを買って円を売るというポジション取引をしているとちょっとこれだけ金利が入ってくるとしかも日銭で入ってくるという形でこれ、スワップポイントというんですけども。 今のように金利差が大きく開いてからやはり取引が膨らんでいる面がありますね、神田さんはい、そうですね。あの,今年の3月以降ですから、ちょうどアメリカ、FRB が利上げを始めた時期と取引が増え始めた時期が重なってますジ、ね、ン、うん、さんとあの平井さんはどうして FX をされているというか、まあ、どういうところにうまみを感じてされているんですか平井さんからまずじゃあ。はいやはりあのー えっと、証拠金に対してあのレバレッジをかけて取引できますんであの本当に少ない資金から始めることが当時僕もできたんですなんであので最初僕300万円ぐらいの証拠金から始めたんですけど今は2億円ぐらいまでいってて本当にこんな大きなあの夢をつかむような話になったのはあの FX だからこそっていう感じはしてますすさんはいかかがですか、はいえー、私は最初は勝っていたんですけどね。 今年の相場はもうめちゃめちゃ負けてしまいましてやっぱり平井さんみたいに優秀な方もいらっしゃる中で、まあ、負けている人も多いということですのであのその辺は慎重というか FX は難しいというのをそしてあの平井さんにお伺いしたいんですけれども先ほどスキャルピングという取引をされているということでしたがどうしてスキャルピングという手法を選ばれているんでしょうか。そうですね、あのー やはりあの方向感を当てるこれから長期的に上に行くとか下に行くっていうのを当てるっていうのはやはり非常にこう、えっと、うんと頭がよくないとだめというか勉強をしていろいろ経済の分析をしていかなきゃいけないんですけど、えっと、もっと瞬間的な短期のトレードっていうのはあの FX の世界でいうテクニカル分析っていうものが非常に有効になって。 くるような分野だと思っていていのチャート分析ですねなんで僕みたいにそういう、えー、とまだそんなに長くは、えー、と金融市場で勉強してなくてもチャート分析でやりようがあるのが短期トレー,ダー,だ短期トレードだって思ってますジンさんはスカルピングという方法についてはどうお考えでしょう僕も一時期はスカルピングしってたんですけどちょっと負けすぎちゃって。<laughs> 向い先般かなり大きな為替介入があったわけですけども、はい、また同じような動きを政府・に日銀がした場合にはどんな対応をしようとお考えですか そうですね、私あの、短期トレードなんであので政府の介入が入れば、えっと、それなりの価格幅が出ると思います相当な下落をすると思いますので基本的には、順張りですあのドル円だったらばショート方向、下方向にすぐ飛び乗ってあの落ちてきたものを利確するというようなイメージで飛び順張りで行こうと思ってますその瞬間のマーケットの順張りでいくと、はい、円高に動いたときは円高についていくという形ですね。さんは どんな対応を想定されてますか為替介入ということで、1回あのドル円が大きく下げたので、そこで買いを入れたいんですけども、私、あの3月からずっとドル円の売りポジションが捕まってるもので、で今、為替介入がある、ないっていう話です、まあ、待っているんですけど、ドル円がどんどん上昇しちゃうもので、どどんんんん膨らででるんですよ、えー、ちなみに今、エントリーされてるのは、どれぐらいの水準で取引を始めちゃった <laughs> 私はドル円120円台ですね。3月ぐらいに売りを入れてもう20以上捕まっていまして大失敗ですね取り返しがつかないですそういったケースもあるわけなんですけど神田さんあの、為替介入についてこの FX をもしやっている投資家がいらっしゃったらどんなことを想定して対応するべきすそうですね、なかなか、ね、いつ為替介入が入るかというのは誰にも読めないんですけれどもあの基本的には。 東京時間と呼ばれる取引時間帯ですね午前9時から17時この間に入,っている可能性が入る可能性が非常に高いということなんです、ね、海外市場ではやはりちょっと介入しにくいという面がありますのでまずやっぱり東京市場はちょっと様子を見てもいただくということはあの対処方法として一つあるんじゃないかなと思いますしあとは過去の為替介入を見るとですね、まあ、ほとんど当局側の失敗っていうケースが。 目立つんですねその瞬間は動いても長い目で見るとやっぱり、はい、そうですねもう長い目で見なくてもですねあの実はその先月9月の22日の会議なんかもう、ね、もう数時間後には元に戻っていたというような状況ですので、えー、逆に今でしたらあの金利がたくさんつくドルをわざわざ安くしてくれるわけですから、うん、まあ個人投資家の方々としては、うん、下がったところを買うというのが有効な戦略になるんじゃないかなというふうふに思っています。うん 今まさにあのお話しあったとおりで政府、日銀はなんとかしてこの円安止めようと介入しているところなんですけど j、えー、さんと平井さんお二人にお伺いしたんですがそういうまあ一種の政府の動きに対して、えー、投資家が挑むような形で今 FX の個人マネーが動いているんですけども1人の個人投資家として今の状況をどうお考えですか。さんからお伺いいししてますす、はいえー、僕的にはは相場はちょっと難しすぎて もう、あの、生き残るために精一杯ですね。はい。もう、介入云々という前に、まず、サバイブするのが。そうですね。何<う>とか破産しないように頑張るしかないですね。今年はもう完全に防衛です。平はい、平井さんはどうですか?。はい。えっ、ー、と、そうですね。基本的には、あの、頑張って、あの、トレードでお金は稼いでいくんですけれども。それで稼ぐものが。 円でですのでその円の価値っていうのが世界的に円安になっていくっていうのはこうあの円をどれだけ稼いでも円の価値が減っているっていう悠々しき問題だとは常に思っているのであの、はい、そこがあのそう心配といえば心配です。